で、早速、この痴漢の性質としてですね、この定義のすぐ下に教科書ですと、定義の3.2のすぐ下に、補題3.1という補題がありますので、ちょっと確認しますと、まずこれ、痴漢の個数に関する性質です。N 文字、N 個の自然数の集合、オメガにおける痴漢の個数は N の階乗個だけ存在しますというのがこの主張ですね。で、じゃあ、そんだけの、写像が一体どういう存在するのを、どうやって説明すればいいんでしょうと、ちょっと戸惑う人もいるかもしれませんが、実は皆さん、高校数学で順列組み合わせっていうのを習ったと思います。実はそのアイディアで、この痴漢の個数を調べることができます。ちょっと、1ステップ1ステップいきましょう。で、ここにその証明のイメージっていう図を出しましたので、ちょっとそれに従って説明していきます。まず最初にですね、この1という数字を式まで移したときに、こう1という数字は何通り移る可能性があるかというのを考えます。そうすると、まず1から1に移るものから、1から1を n に移すものから、n 通り存在することはいいですかね。そうすると、その中で例えば、その1が1に移ったパターンというのを考えてみましょう。で、今度は、この1を1に移したときに、今度は2を移すパターンというのは一体何通りあるかということを考えています。で、今この痴漢っていうのは前端者ですから、2は1に移ってはいけないわけですね。1はすでに1に移ってるから、だから2は1に移ってはいけない。そうすると2は1以外の2から n のどっかに移るだろうということで、 2を移すパターンというのは n-1 通りあることになります。で、今度じゃあ、1を1に移して2を2に移す痴漢を考えて、今度じゃあ3は何通り移すパターンがあるかなっていうと、先ほどの議論と同じように、3は1と2に移ってはいけないと。だから3以上の、3から n までの数には移ってもいい組み合わせ、考えの可能性があるということですね。そうすると、これは n-2 通りあるというふうにして、その1を移す組み合わせから2を移す組み合わせ、3を移す組み合わせっていうふうに順々に取っていくとですね、これ全部最初 n 通りあって、それが n-1 通りあって、で、次がのステップが n-2 通りっていうふうになっていてですね、で、これの全部の組み合わせの数を書き出すと、これは実はこの n 通り ×n-1 通り ×n-2 通りっていう掛け算で表されるわけですね。で、これはすなわち n の階乗に等しくなりますよということを言ってます。で、このことから、痴漢の個数というのは全部で n の階乗ありますよということが言えます。ちょっと説明の時間短いので、またちょっと皆さん各自でもう一回考えてみてください。はい。で、次に、その痴漢の表示法ですね。で、これは教科書ですと66ページの真ん中のあたりにあります。通常の表示の仕方は、このような形なんですけれども、括弧で括弧を書いてですね、で、上の方に1から n という数字を並べて、で、下の方にその移った先の数字をこう並べます。ですので、先ほど僕のスライドではこういう図で表しました。例えば、123456っていう数字を、例えば3、1は2に移して、2は3に移して、3は1に移すとかって、こういう図で表したんですけれども、これを数式ので書きますと、このように書くことができます。上の方が123456で、下が移った数字なんですけど、1は2に移すから1の下は2、2は3に移すから2の下は3、3は1に移すから3の下は1っていうふうな書き方をします。まで、まず、痴漢の書き方を確認しておきましょう。で、そして、この教科書の66ページにあるように、この上の、数の並びですね、これを順番を変えても、対応する下の数を合わせて変えれば、意味は変わらないことに注意しておきます。一番この行はですね、この痴漢の表現は、1から6をこう順番に下から並べていきました。で、こうマークを書いたと。で、これは例えば、524136って書いても、この下に来る数字をそれぞれ対応させて移せばいいわけですね。例えば5は6に移るとか、それから2は3に移るとかっていうのをこう対応させて書ければ、上の表記と下の表記の意味は変わらないということにしておきます。
はい、じゃあまず痴漢の、まあ、基本的な表示法をまず説明しました。じゃあ次に、痴漢の巡回表示と呼ばれるものを紹介します。教科書は67ページです。で、この巡回表示というのはどういうものかというと、一つの数字から出発して、このシグマによって数字を移しながら元の数字に戻るまでの数字の列を並べて、括弧で囲ったものです。例えばその教科書の教科書にある問題、例題の、シグマですね、こういう形をしています。で、これに対して、その、まあ、1から出発してですね、その1がどう移っていくかって、どう移っていくかということを見てみますと、まず1は2に移りますね。で、今度2はどこに移るかと、2は3に移ります。で、次に3がどこに移るかと、1に移って、こう元に、1に戻ってくるわけですね。で、これをことを、まあ、1が2に移って、2が3に移って、3が1に移るってことを、1、2、3とこう数を並べて、括弧でくくると。こういう書き方をします。で、こういう書き方をですね、サイクルと呼びまして、この数、ここにサイクルに現れる数字の個数をサイクルの長さということにします。じゃあ、他の数字はですね、また順番に見ていきましょう。例えば、4ですね。4は、4に戻ってきて変わらないので、括弧4というふうに1個だけ書いておきます。それから、じゃあ次、5はですね、5は6に移って、じゃあ6は5に移りますから、これは5、6と書いて括弧でくくると。まあ、こういう書き方をします。そうすると、このようにして、まず、痴漢の中でですね、順番にこう、数字を回していって、元の数字に戻ってくるサイクルと、いう形でこう書くことができます。そして、最後に、今並べて出てきた、サイクルをですね、並べた形で表します。先ほどは1、2、3っていう長さ3のサイクルと、まあ、4っていう、まあ、長さ1のサイクル。まあ、実質上は何も起こってないですけど、まあ、4っていう長さ1のサイクル。それから5、6っていう長さ2のサイクルが出てきましたので、これを並べて書くと。まあ、このサイクルを並べて書いたものをシグマの巡回表示と呼びます。まあ、毎回ですね、こういう、まあ、6行、2行6列の行列みたいなものを書くのは面倒ですから、まあ、それに比べれば、まあ、このサイクルを書けばですね、少しはこう簡潔に書けるということが分かると思います。で、この巡回表示にはいくつかルールがあります。まず、各サイクルの表示はですね、そのサイクルの中のどの数字から始まっても良いことにします。ただし、数字を並べる順番はこの巡回する形でこう一通りにしておきます。例えば、この巡回表示でですね、この1、2、3という巡回表示が出てきました。これはたまたま1を先頭に持ってきて1、2、3という表示にしましたけど、これを2から始めて2、3、1というふうにしてもいいですし、あるいは3から始めて3、1、2というふうにしても構いません。ただし、1から2へ進んで、2から3へ進んで、3から1へ戻ってくるっていうこの順番は崩さないようにしてください。それからあと、もう一つ、5、6ってサイクルがありましたけれども、この5、6ってサイクルも順番入れ替えて、まあ、6、5としても、まあ、意味は変わらないということです。まずこれが一つ目のルールですね。それから二つ目のルールは、この4っていうサイクルですね、長さ1のサイクル、これは実質的に何もしない、数字を動かさないので、省略しても構いません。で、結果としてですね、そのシグマ、この痴漢シグマの巡回表示を求めますと、このシグマで動くすべての数字っていうのは、このどれかの、いずれかのサイクルの中に、たかだか一度だけ現れます。まあ、たかだかいっていうのは、0回または1回っていうことですけれども、まあ、もしこの4っていうサイクルを省略しないで書けば、全部の数字が1回だけ現れますし、4を省略したりして、長さ1のサイクルを省略すれば、まあ、全く表示されないもの、数字もあると。ただし、まあ、どの数字も多くても1回だけ表示されるということに注意してください。
ということで、以上のルールを使って、このシグマの巡回表示、まあ、これ一通りではないんですけども、巡回表示の一つは最終的に、この1、2、3というサイクルと、5、6というサイクルを並べたものとなります。もちろん、これ、サイクルの各順番を変えたりして、いろんな書き方があることに注意してください。ここまでいいでしょうか。はい、それから、これが口頭置換という特別な置換も定義しておきます。これはですね、教科書67ページの下の方に書かれていますけれども、まあ、今回N、この自然数を集合に対して、この数字を一つも動かさない置換を、まあ、口頭置換と呼びまして、この1オメガというふうに記号で表します。それから、口頭置換の巡回表示はですね、括弧1というふうに表すことにします。まあ、先ほどの、その巡回表示の際に、その数字を動かさない置換は巡回表示から省いてもいいですよっていうことを言ったんですけれども、口頭置換でこれをやってしまうと全ての数字が消えてしまいますので、一応これは口頭置換ですよっていうことをこうわざわざ残したいときには、このように括弧1というふうに書いて、これは口頭置換ですってことを表すということにしましょう。はい、そこで一応今までのルールを踏まえてですね、教科書の67ページに例題 3.2 というのがありまして、でこれ次の置換の巡回表示を持ってみましょうということですので、ちょっと紹介したいと思います。ファイとして、まあ、こういうふうに与えられた置換がありますよと。で、ここでまずそのサイクルを順番に求めていきますから、その1からまず始まるサイクルを調べるわけですね。そうすると1が2に移って、2が1に移るので、ここでまあ 1D っていう一つのサイクルができます。で次にじゃあ3から調べてみると、3が4に移って4が3に移りますから、ここで3、4という一つのサイクルができます。あと5はですね、5に移るので、まあ括弧5と書いてもいいですし、省略しても構いません。で以上のことから、この置換ファイの巡回表示というのは、1、2と3、4と5を並べたものとか、あとは、まあ、もしくは5を省略して、1、2と3、4、または、これらの各サイクルの表示の順番が異なるもので表すことができます。まあ、多分、演習の授業でも、実際に計算いろいろやると思いますので、一応、各自で計算して慣れておいてください。はい、それからですね、次に、巡回置換という言葉が定義されますので、これについても述べておきます。この自然数1から n までの集合ファイの置換シグマが巡回置換であるとは、このシグマというのが長さ2以上のサイクルを1個だけ用いて表されることを言います。ですので、まあ、先ほどですね、置換をこのサイクルの積で並べて表したんですけれども、もしこの置換がですね、このサイクル1個で表されるときに、その置換は巡回置換と言います。でそして、巡回置換に現れるそのサイクルの長さですね、これを巡回置換の長さと言います。で例えば、こちらのスライドにありますシグマなんですけれども、これは1、2、3、4、5にそれぞれ2、5、1、4、3に移す置換なんですが、一応これ巡回表示をもとにいってみますと、1が2に移って2が5に移って5が3に移って3が1に移るということで、まず一つのサイクルができるわけですね。であと4は長さ1のサイクルなんで、まあ書かなくてもいいですよと。でそうすると結局長さ1のサイクルを省略すれば、この置換というのは1、2、5、3という長さが 2以上のサイクル1個だけで表されますので、この置換シグマは巡回置換であると言います。はい、ということで、まずこの置換ですね、置換とそれから、まあ、巡回表示とかそれから巡回置換という基本的な道具をまず定義しましたので、一応確認しておいてください。ここまでよろしいでしょうか。